はい、皆さんこんにちは。サキチョナースタキです。今回は女の子のコンドーム選びのポイントというのをね、お話ししていこうと思います。なぜ今回はそのテーマにしたかというと、男女のコンドーム選びのポイントって全然違うなって思ったんですよ。で、これこの前大人数で会話してた時に、いや、なんかもう男女でなんかそのこう選ぶポイントとか着眼点がね全然違うので、なんか面白いなと思ってちょっと動画にしてみようと思いました。で、今回はもうそういう周りの話とかもう私調べでしかないので、まったり聞いていただけたらなと思います。本題に入る前にぜひチャンネル登録のボタンをポチッとお願いします。早速なんですが、コンドームを選ぶときにどういう基準で選びますか？私の意見なんですけど、男性はどちらかというと、こう薄さとかその生感っていうんですかね、なんかそういうのを重視してる方が多いのかなと思っていて、なんでまあメーカーで言うと岡本とか相模とか、そのかなりね薄い 0.01 は分厚いよね0.01 ですねのものが多分岡本とか相模に出てると思うんですけど、まあ、そういうものをね割と好む傾向があるのかなと思っていて、じゃあ女の子がどこで選ぶのかっていうと潤いなんですよね。で、その女子はあまり薄さっていうのは気にしてる人ね少ない印象なんですよね。今までこう私が話を聞いた中ではやっぱりね潤いっていうのがダントツ1位で、まあ、その理由はスムーズに入れることができるっていうのと、もちろんね女の子はやっぱり乾燥してたりしたら痛かったりとか出血したりとかするので、まあ、そういうね身体的なところから理由が来てます。で、なんかその男性はもちろんこう薄い方がねこう気持ちいいとかいうのは結構よく聞くんですよね。なんですけど女の子ってぶっちゃけ分かんないんですよ。ちょっと夢をね壊してしまったらごめんなさいで、私がおすすめなのはこちらのバタフライっていうコンドームなんですけど、これ普通に薬局でも買えるものなんですよ。ドンキホーテとかにも売ってます。あ、これ全然案件の動画とかじゃないんですよ。本当にあの個人的にシェアしたいなと思って今回お話ししてるんですけど、これ何がすごいって、多分ねどのメーカーのものよりも割とジェルがねたくさんついてるんですよね。私もいろいろこう興味本位でこうゴムだけ買ってなんかもう開封してちょっと調べるみたいなわけのわからないことをしたりもしたんですけど、やっぱりそのゴムの種類によってすぐにこう乾燥してしまったりとか、こうゴム臭かったりとか、やっぱそういうのが正直あるんですよね。これは割とこう長い時間使っても乾燥しにくくて、そうなると女の子的には負担が減るじゃないですか。なんで、まあ、これが結構人気なのかなっていうふうには思ってます。余談なんですけど、このコンドームにちょっとエピソードがあるんで聞いてほしくて、私が中学1、2年生の時にお母さんとね薬局に買い物に行った時に、その薬局内を物色してたんですよね。で、その時になんかパッケージがすごい可愛いと思って、こうお母さんにねこれ欲しいって言っちゃったんですよちょっとお母さん焦ってましたね。まあ、そのぐらいそのパッケージがねもうザ・コンドームみたいな感じじゃなくて、なんか全然化粧品とかかなって思っちゃう感じの可愛いデザインになってるので、まあそんなことがありましたね。あれはねちょっと後で聞いてうわって思ったし、なんかお母さんごめんなさい。はい、でちょっとね余談になっちゃったんですけど、まあ、今日は本当にただただ私のおすすめのコンドームを紹介するっていう動画でした。多分今回話した内容って男性からしたらえマジってなることもあったかと思うんですけど、まあ、これはね一女性としての意見だと思って聞いてもらえたらなと思います。まあ、この動画でちょっとこう新発見があったとか、まあ、面白かったと思ってくださった方はぜひグッドボタン&チャンネル登録の方してくださると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイビー。